いいだろう、行くぞ。すまんな、狭くて。まあ、適当にくつろいでくれ。そうか、お前は家族の動きがいちいち気になるのか。お前も俺の家臣になれば何とも思わなくなるぞ。なるか、俺の家臣に。冗談だ。かの利休の大安だったが、それと同じ広さだ。人と会うにはこれぐらいの広さがいいらしい。お前はよく見たら綺麗な顔をしているな。冗談だ。弓と鉄砲、どっちが優れていると思う？そりゃお前、鉄砲に決まってるだろ。弓は風の影響を受けすぎる。なら賭けようか。お前の鉄砲、俺の弓、どちらが勝つか。お前はどっちが勝つと思う？先ほどの突風、さすがの鉄砲の弾も影響を受けたようだな。鉄砲と違い、弓は風の影響を受けて当然。だから俺は風に応じて弓を調節する術を身につけた。はいはい、お前にはかなわねえよ。が、肝心のかけるもんを決めてなかったな。かけるものは決まっているさ。お前をもらおうか。冗談だ。先ほどの突風、さすがの鉄砲の弾も影響を受けたようだな。何気によく来るな。俺の家臣になりたいのか？いいだろう。俺の家臣といえど、法に背き、節義に欠け、表裏卑怯の振る舞いをしたら切る。いいな。断りもなく俺に雑炊を作ったり、俺の足元に栗を置いたりするな。いいな。最後に、俺の家臣となるならば寝食を共にしろ。いいな。では裸になれ。今から風呂へ行く。なんだ、俺を仲間に誘っていたのか。最初からそう言えばいいものを。だがお断りだ。冗談だ。なんだ、俺を仲間に誘っていたのか。最初からそう言えばいいものを。朝早くにすまない。お前に見せたいものがある。ここは二人だけの特別席だ。さあ座って。俺はずっとこの景色をお前に見せたかった。お前が必ず泣くと思ったから。俺はお前の顔が好きだ。笑い顔、戸惑う顔、怒り顔、泣き顔、全てが好きだ。
俺はずっとこの景色をお前に見せたかった。お前が必ず泣くと思ったから。俺はお前の顔が好きだ。笑い顔、戸惑う顔、怒り顔、泣き顔、全てが好きだ。さっさと次行こうぜ。